カジロオーストラリアムシクイは、スズメメオーストラリアムシクイ科に分類される鳥類の一種。オーストラリアのスピニフェックスや、エンコ周辺草地、海岸地帯の草地などの比較的乾燥した地域に生息し、ダークハルトフジマ、バロウ島のカンボック地帯に生息している。オーストラリア固有種で3アシュが確認されている。最初に確認されたのは、ダークハルトフシマアシュ。 ML ル・コプターズで1818 18年に発見された。その後、大陸アッシュ、ML ル・コナタスが1865年に確認された。最後に、1901年にバルオシマアッシュ、エ l エドワリーが確認された。大陸アッシュとタノニアッシュでは、羽毛の色が全く違う。 ダークハルトフシマアシュおよびバロートアシュのオスは全体が黒色でウフクが白色である。一方で大陸アシュのオスは体色は青色からコバルトブルーで雨多いが白い。ただし大陸アシュにも稀に黒みを帯びた青色の個体もしくは部分的に黒色になった個体が現れることがある。またメスは3アシュとも明るい茶色でオハが淡い青色をしている。 体長は12から13センチメートルで、バロー島アシュが、アシュの中で最も小さい。植生は雑食性であるが、主なエッサは、昆虫で、小さなガヤ、イモムシ、クモなどを捕食する。その他、果実や、種、サンファイアの若い根などを食べる。バードリフインターナショナル、マローデズサイアニアス。 IUCN Red List of Selected Species, Vergeon 2006, International Union for Conservation of Nature, 2006年5月9日閲覧。Database Entry Includes Justification, For Hawaii This Species is of least concern.HadwayBC Michael Malkom, Field Guide to Australian Bars, Steve Panish Publishing, 2004. ISBN 9長7817億4021万5596ありがとうございます。